神奈川県人権ケアセンターです。今日はいつもと違う場所からお伝えします。えー、今日のお話は、琴浦町の童話減免の話、えー。以前もこちらに送られてきた文書の紹介をしたんですけども、結論から言ってしまうと、琴浦町の童話対策の固定資産税減免は、えー、今年でなくなりました。で、その前にね、いろいろ面白い動きがあって、 ブラック差別解消推進法っていうのが国の方でできたんですけどね、この鳥取県琴浦町では全然逆の動きが起こってですね、実は琴浦町にはもともと琴浦町ブラック差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例というものがあったんですね。で、それが、えー、改正されて、えー、琴、 裏町、あらゆる差別をなくする条例というふうになってですね、これが改正後の条文なんですよ。この線が引っ張った場所が削られたり変えられたりしてるんですけども、もうブラック関連とかですね、えー、解放同盟と協力するみたいなものが全部、えー、削られてます。まあ、これは結局何を狙ってるかっていうと、 議会がね、同和減免をやめろっていうふうに街に行ってもなかなか執行部がやらないので、その同和減免をやる根拠の一つをなくしてしまおうとって、さらにはですねで、実は解放同盟に補助金が出てるんですねで。それもなくしてしまおうというのがあって、だったらもうこの条例からそういう解放同盟と協力するみたいなそういう根拠をなくしてしまおうと。で、解放同盟の補助金の話、えー、実はですね、これも結論から言うと、 去年160万円じゃなくて、えっ、ー、と、180万円出てたのか。180万円出てたんですね。それが、今年はね、120万円減額になったそうで,で、それもね、議会ではもう半分の議員が、まあ予算案に反対して、それでまあ議長採決でギリギリ通ったっていう状態なので、まあ来年はどうなるかもわからないです。固定資産税のね、童ゲームについてはちょっと興味深いものもあってですね、これ、 これね、町の文書です、す町は説明会やってるんですね。えー、令和2年2月4日に。えー、その、まあ、対象地域というか、ま、童話地区の住民を集めて説明会してるんですよ。で、この文書ね、結構貴重なことが書いてあります。童話減免ってね、まあ、鳥取市もやってたし、まあ、今多分米子市にやってると思うんだけども、だけども、その、童話地区の固定資産税を減免するっていうことについて、根拠っていうのが、まあ、差別が、 あるから、その土地の取引がされにくいっていうのがある,んですあるんですけども、まあそれは嘘なんですね。それは建てまでそう言ってるだけの話で、実際は、えー、そうう区画整理とかやったんでね、童話地区は。で、あと、家も、まあ童話御殿と言われるような立派な家になって、なったりするんで。で、元々はその土地も狭くてね、道も細かったんで、固定資産税なんてほとんどかからなかったんだけども、区画整理するとやっぱ地価が上がって、 固定資産税がかかってしまうんですね。だから、まあ、環境改善とセットで、えー、固定資産税を負けてやったという、まあ、そういうことなんですね。本来は。だから、ここにね、そのことが書いてあるんです。歴史的な背景。行政施策として、同和対策事業により環境が改善されてきた。改善された土地家屋は価値が上がり、固定資産税は当初高額な、高額となる。納税者の負担を軽減するため、減免措置が始まる。 これ僕は鳥取市でもね、どうせこれ、これだろうと思ってたんですよ。理由っていうのはその差別うんぬんじゃなくて。ね。だからもう辞めるっていう時になって、ついにもう行政が、えー、白状したっていうことです。だから別にこれ新しく分かったことじゃなくて、あやっぱそうだろうなっていうことです。ただまあ急にね、固定資産税をかけると払えない人もいるんじゃないかっていうこともね、一時期は心配されたんですけど、ただもう過疎化が進んでね、もう地方の 土地の価格は下がる一方なんで、まあその固定資産税の金額って言ってもね、年間だとそんな大した額じゃないので、これがまあいきなり負担額がかかるようになったからって言って、<laughs> 直ちに払えないなんていう人はまあ出てくるような金額じゃないんですね。えー、年間で25,200円の負担増っていうことなんで、まあ25,000ぐらい払えるでしょうと、相当貧困じゃなければ。 逆にね、生活保護とか受けるぐらい、その、困窮してたら、また別の理由で固定資産税払わなくて良くなったりしますからね。で、この説明会の時に、実は解放同盟の説明会もね、一緒に行われてたっていうんですね。で、それも、なぜかね、私の手元にその資料があるんですけどもこう、固定資産税以外のことにも書いてありますね。地区進出学習会。あ、これね、えー、まあ、同和地区の、 児童生徒に対して、まあ、放課後に、学校の先生が来て、臨保館なんかで、臨保館というか、まあ、児童館なんかでね、えー、授業をやったんだけども、それを、まあ、町の方はですね、もうそれはやめようっていうふうにしてるって話ですね。えー、鳥取市なんかもやめてますね。まあ、やめてるというか、もう、その、 学校の先生っていうのはやっぱ税金で雇われてるんで、学校の先生を出さずに、もう地域の方で自主的に、府兄の皆さんで自主的にやってくださいっていう形になってるんですね。まあ実際自主的にやってるというふうには聞いてます。地域によると思うんですけど。あと、まあ文化センター、林保館ですね。林保館の職員をえ削減するとかですね。まあいろいろ童和行政の縮小が行われてるので、 それに対して解放同盟がいろいろと言ってるということですね。あ私、鳥取ウープをはじめと童話地区を暴くことをもふでにって言っても、まあ、こんなね、派手に、その林保館作って、で、あ童話御殿いっぱい建ててね、税も減免してってやって、やってたらもう、琴浦町だったらもうみんな、ね、あそこは童話地区って知ってるので、そんな暴くも何もないとは思うんですけども、まあ、こういうことを言ってるんですね。 あと、ま、教員の働き方改革が、子供の教育不正より優先されるのか。ま、教員も人間なんでね、そんな、地区進出学習会っていうのも、ま、あっちしてね、めんどくさいんで、 今の子供ってね、昔の子供に比べればだいぶ賢いんで、もう差別と戦い、差別に負けない力とか、そんなもうどうでもいいと思うんですよね。あとは、センターの職員権利についても、小理解で多数派を握った日本共産党の死る前に乗ってるだけではないのか。これについてはね、僕はそうじゃないと思うんです。まあ日本共産党はまあ昔から童話行政廃止なんですけども、死る前に乗ってるっていうか、 やっぱし、その共産党員以外もね、もう童話行政っていうのは、うん、むしろこんなもん、差別の現状じゃないかってね、逆に。というふうに思ってたので、共産党の方がね、今回はね知る、知り馬に乗ってるかもしれないですね。あとね、なんかこんなのも私の手元にあるんですよ。松田道明公開質問状。 これもね、あ、これは監査請求とかそういうのですね。か解放同盟のねえ、補助金に監査請求が出てるんですよね。で、まあその話はまたいずれやろうかと思うんですけども、差別ブラ民は差別の審査対、別に差別の審査なんかそんな体験しないと思うんですよ。あそこの村を見る限りはね。ちなみにこれは、えっ、ー、と、旧社会党の元県議会議員ですね。 松田道明さんっていう人は鳥取県のねで。この動画の概要欄にブログの記事の方のアドレスも紹介しておきますので、えー、この本当にね、議会の中でこの童話行政をね、めぐって、この、まあ本当に真正面から議論がされるっていうのは珍しいことで、大抵はね、 こういうことがあると、お前は差別だって言って、議員が潰されてそれ終わりなんですけども、まあ、今回も差別だって言って言われた議員が徹底抗戦して、で、そこにもう,もう共産党だけじゃなくて、他の若手の議員なんかもどんどん乗っかってる状態で、で、自民党はどっちかっていうとあれですね、えー、日和見状態ですね、ホラガ当家の状態なんで、まあ、そういう状態で、 うん、まあ、賛否がね、大体もう半分に拮抗したぐらいの状態で、まあ、ちょっと今、えー、同和話情勢廃止推進派有利かなっていう状態で進んでる状態で、琴浦町のウェブサイトでね、議事録を見たりもできるんで、ぜひ、この同和情勢に興味を持っている方は、えー、非常に珍しくてですね、貴重な事例だと思いますので、えー、ぜひ、えー、読んでいただければと思います。